第2問、男は周りから後ろに下がっていると言われたが、男は前に進んでいるという、うん、でも実際は男は動いていなかった、うん、さて何、その人は黒人、いえ違います、え、コウメ太夫、いえ違います、もうその二人しかムーンウォークできる人がいない。いや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 、ちょっと待って。マイケル・ジャクソン、前に進んでるだとは言わないよ。あ、そうだね。うん、もう一回言うで、男は周りから、男は周りから後ろに下がっていると言われるが、うん、男は前に進んでるんだという、うん。でも実際は男は動いていなかった。動いていない、ね。動いていない。後ろに下がっているのに動いていない、まあうん、で男としては前に進んでいるつもり、動いているわけではない、うん、電車は関係ある、電車は関係ない、電車は関係ない、うん、乗り物は関係ない、ない、コウメ太夫じゃないよね、コウメ太夫ではない、コウメ太夫は何、あれは何やな、あの人、あのムーンウォーク大会かなんかで、うんうん、優勝してたよ。そんなんがあんねん、うん、前に進んでいると言い張りながらも進んでいなくて、周りから見たら後ろに進んでる、うん、台風は関係ある、関係ない、関係ない、うん、流されているとみんなから言われるが、本人は前に進む、後ろに下がっている、うん、本人は前に進んでいる、本人は前に進む、え、なんだろう、うんうん、だけど実際は動いていない、それは何かの比喩になってる、比喩、比喩というとどの部分が、比喩が中心よね、後ろに下がる、前に進むっていうのが比喩になる、比喩やね、比喩になる、比喩やね、比喩です。比喩だね、うんうん。それはつまり進化論的なあの赤の女王の話とかではなく、赤の女王、赤の女王の、ではなく、その進化論的に、うん、あの、ああ、周囲の到達が高くなって、うん、あのもう少しあの具体的よね。進化論ではなく、なく、うん、あのもう少し前に進んでる、後ろに下がっているっていうのは、うん、見てわかるレベル、見てわかるレベル、うんうん、比喩、比喩というと若干違うんかなと思うけど、うん、比喩じゃないかな、比喩じゃない、うん、後ろに下がってる、うん、後ろに下がってるし、知ってる、前に進んでいる、うん、そこに比喩とかそう言ってるとちょっと想像からちょっと変わるんでした、もうちょっとその後ろに進む、後ろに下がる、前に進むが具体的っていうか、うん、もっとあのリアルにある、リアルにある状況、状況、エスカレー、動くあの歩道とかは関係ない、関係ない、ね、そう、うん、そんな単純な話、本人は基本的には動いて、動いているという表現ではないか、前に進んでると前に進んでる、もう一回言うね、うん、男は周りから後ろに下がっていると言われたが、うん、男は前に進んでるんだという、うん、でも実際には男は前に行ったり後ろに行ったりしてるわけではない、なんだろう、え、そう、うん、ちょっとだけヒントいけるね、うん、まず実話です、実話なんだ、実話です、後ろに下がってると言われて男は前に進んでいるんだと答えた、うん、答えた、これは実話です、で実際に著名な人が言ってます、ポルナレフではない、ではない、ではない、実際の実在の階段を上がったと思ったら下がってた、うん、ではない、そういう話ではないけども、うん、実話で実際に言ってます、うん、まあ、ツイッター上で言ってます、ツイッター上なのね、名言と言われてるけど、
小細工が知らなくてもおかしくないです。あ、最近の、最近、まだ10年ぐらい前の話。10年、ここ10年以内の話だと、多分思う。うん、ツイッター上で言われたことに対しての返しです。ツイッターやってないものな。で、割と有名になってます。あと、うん、一応それで一旦考えて。前澤さんが宇宙に行ったことは関係する？前澤さんは宇宙に行ったことは関係ないですけど、うん、狙いどころは、まあ、そんなに遠くないかな。で、いわゆる前澤さんではないよね。剛力彩芽さんが。いやいや、そういうことじゃない。そういうことじゃない。で、そういうことじゃない。ファッションって大体30年で一周するみたいな感じで、うん、あの30年前のファッションだ。でも、まあ、あれはこう、ね、一周回ってっていうけど、大体こう、螺旋を描いて、ね、高い上限に行く。いや、一周回ってこう、MA1 っぽいけど、MA1 よりも一歩上を行く MA1 なんだみたいな。ではない。ではない。うん。前澤さん。前澤さんではないからさ、もう一回取る。前澤さんじゃないし。うん、ゾゾタウンの話ゾゾタウンの話じゃない。別の人っていう話ね。前澤さんに近しいような感じの人、割と、くくりで言うのは遠い方やけど、くくりとしては同じ。あ、なんだろう、お前がハゲネタ好きすぎるのと関係ある？関係するだろうな。うん、だろうな。なんか生え際の話なんだろうね。そうそうそう。うん。だから、孫さんなんだろうな。はい。はい。言うのを答え言うね。多分、前線が交代するとか、こう、攻めていってるとかの話だと思います。はい。正解です。孫正義さん、ツイッター上に、前髪が交代してるっていう、罵声に対して、前髪が交代してるんじゃない、僕が前進してるんだっていう返しを、秀逸な返しをしたっていう。いや、いけたからなんとか良かったけど、ハゲネタ好きすぎるっていう、まあまあまあ、これね、あくまでもね、それはつながりでさ。